メットライフスタジアムはアメリカ合衆国ニュージャージン州イーストラザフォードのスタジアム。ナショナルフットボールリーグのニューヨークジャイアンツとニューヨークジェッツの2チームが2010年シーズンからスタジアムを本拠地としている。総工費16億ドルで建設された。2020年には XFL のニューヨークガーディアンズも本拠地とした。スタジアム円形本拠地にするチームはいずれもチーム名に ニューヨークという地名を冠しているが、場所はハドソン側の対岸に位置するニュージャージー州イーストラザフォードである。周辺一帯はニュージャージーメドーランズと呼ばれている。ジャイアンツスタジアムの老朽化に伴って新築されたスタジアムである。当初はジェッツがウェストサイドスタジアムに移転予定だったが、いつは承知失敗で同スタジアムに本拠地を構えることになった。 スタジアム周辺は、メットライフ、スポーツコンプレックスと呼ばれており、メドーランズ競馬場などがある。2010年4月10日に、大学ラクロスのコニカミノルタビッグシティクラシックで、コケラ落としされた。2010年の NFL レギュラーシーズンの開幕週、ホームゲーム開催を、ニューヨークジェッツ、ニューヨークジャイアンツのそれぞれが希望していたが、ロジャー・グッテルコミッショナーのコイントスの結果、 ジャイアンツが最初の公式戦を開催することとなり、ジェッツは翌日のマンデーナイトフットボールで初戦を行うこととなった。コイントスの際に両チームの関係者が同席できなかったことについて、ジェッツのオーナー、ウッディ・ジョンソンは不満を漏らした。2013年4月7日には WWE 最大のイベントレッスルマニア29が開催。2019年にも開催された。 2014年2月2日に第48回スーパーボールが行われ、シーホークスが43から8でブロンコスを下し、優勝した。ホスタジアムも近年建設された他のスタジアムと同様に、命名権を売却している。2008年にアリアンツと交渉が行われたが、同社が過去にナチスとの関わりがあったことが明らかになり、 ユダヤ系アメリカ人の多い地元ニューヨークの反発もあり、契約は結ばれなかった。2011年6月27日、ニューヨークに本社を置く保険会社メットライフが命名権購入を示唆。8月23日に25年間の契約により、メットライフスタジアムとなった。ただし、2026年開催予定の FIFA フフワールドカップでは、FIFA フフによる 施設命名健康史禁止規定により、メドーランズスタジアムの名称で使用される予定。2011年9月11日の試合前のセレモニーの様子スーパーボール、編集2010年5月25日、2013年シーズンの第48回スーパーボールをトースタジアムで開催することが発表された。ニューヨーク都市圏では初のスーパーボールであり、 寒冷地の非ドーム型スタジアムで開催されるのも初めてとなる。通常、スーパーボールは平均気温が摂氏10度以下の都市で開催される場合、屋内の空調管理されたスタジアムで開催されなければならないことになっていた。しかし、NFL のコミッショナーのロジャーグッテイルはこのルールを一時的に外し、新しいスタジアムとニューヨーク地域における NFL の偉大な遺産と歴史を祝う機会に基づく一度限りのユニークな状況という理由を述べ、メットライフスタジアムでの開催を許可した。試合当日、キックオフ時の気温は下肢49度で史上3番目に寒いスーパーボールとなった。試合は2014年2月2日に行われ、シアトルシーホークスがデンバーブロンコスを43対8で破り、 スーパーボール初優勝を飾った。2009年、メドーランズスポーツコンプレックスのアクセスに供するために、ニュージャージートランジットが運営する、近郊電車、パスカックバレー線から視線を伸ばす形で、メドーランズスポーツコンプレックスの中央部にメドーランズ駅が開業した。その他、バス路線も存在する。ありがとうございます。